こんにちは、ハイジーです。というわけで2019年もいよいよ本当の本当に終わろうとしておりますが、今年私の中でかなりショッキングな出来事としまして、あるのが人生で初めて車を購入したんですよ。ワクワクしながらお店に行って、やっと買えて3ヶ月待ちって言われたのを、もうワクワクしながら待って、やっと納車されたんですけれども、納車のその日に先輩の佐久間和幸さんから LINE が来まして、明日ライブのための V 撮りに行かないっていうのがお誘いあって、で茨城に行きたいからレンタカーで行こうよって言ってもらったんですよ。でだったら佐久間さんと、今日ちょうど僕新車が来ました、それで行きましょうってことで向かったんです。でロケはスムーズに終わりまして、このまま帰るのもせっかく茨城まで来てもったいないかなって思って、佐久間さんにガマランドっていう僕がすごい気になってる場所があるから行きませんかって提案しましたら、いいよって言ってくれて、ナビにガマランドの住所を入れて向かったら、なんか知んないけど山道に入っちゃいまして、大事な新車がその山道が険しすぎてボロボロになっちゃったよという事件が起きまして、その時の映像を一応押さえてありますのでご覧いただけたらと思います。どうぞ。ガマランドに行くのにこんな道通るんです。もうあとでも600メートルってなってますけども、あと600メートルで、はい、思ってるガマランドが出てくる気配はない？今のところない。僕はガマランドの気配とか周辺の感じも知らないからわかんないですけども、確かにすげえ上に登っていってる感じだし、先に見えるってことです。とんでもない道横に今。でも車が通った形跡はもちろんあるから、まあ通っても安全な場所なんでしょうけど、うわ、え、これほぼ山頂に行こうとしてます？あれ、気がついたら山に登ってたのかな？もう登ってますって。なにこれ？てかこれ、はい、全然ガマランドの気配はしないよね。そんなでかいパークがあるとは思えないような。いや、でもさ、はい、今のところ良かったよ。ちょっと一回ここで止めて、はい、一回止めます。はい。写真だけでもさ、そこちょっとこう。これは、やだ。もうやめてー。アトラクションが激しすぎる。右はなんか違うもんね。ですね。やだ。なんだ今の音。やだ。やだ、やめて。ゴリゴリ言ってよ。さっきからゴリゴリ。やめてー。自然のアトラクションですからね、これね。新車なのに。遊園地のうわーってんのとまた訳が違いますよね。この垂れ下がってんのめちゃくちゃ怖くない？岩がね、転がってんだよ。岩を避けながら山道の方にちょっとスライド進めながら進むという。斜めになりながら、ね、本当に前から車が来ないことだけは狙ってますよね。こんな時にさっき一台通ってるからね。はい、そうだよ。ああ、ゴリとかパキとかカードで、でも一番ペチとかさ、すごいになってるんです。外からのそうなったりの、はい、そうなったなりの動き方するだろうし。ああねえ、あれ、いやちょっと、もう勘弁してよ。なんか開けてきましたよ。これは来た。